氷。怖っ。うわあ。なんで基本的に細い道を渡らせようとするの？きついんですけど普通に。これ何、炎やられないよな。あー次あそこ行けと。いやきついなーこれ。あ、いやでもまだ動かないだけいいよなー全然。これはただだってまっすぐ押してりゃいいだけだ。もう今落ちそうだった。だね、時を止められることを忘れる。待って、タイミング。あ、待って、どっから佐藤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 、どこ、ここどこ、ここどこ。炎は取ったことになってる。あそこさ、ダメか。まあ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 、でもさっきのステージよりは全然楽。うん、ハリーポッターみたいな音楽だね。てん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 。俺なんかもっと不思議な世界観で物事を見ていくだけのゲームかと思った。違ったわ。こんななんか自分自身で何かをしなければならない。まあ、いきなり早くなんだよ。さっきまで静かだっただ。おっしゃ。おー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 。あ、よくないこれ。はい。あ、罰の入力が効かないね。なんだい君。こんな細い道渡ろうと思ったらさ、絶対立ってなんか渡んないでしょ。しがみついて渡るでしょ。あ、待って、怖い。今めっちゃ怖い。やばいやばいやばい、なんか雑になってきてる。やめよう。あー早えよお前。はい。あれえぐいな。やばいよそれ。なんなんそのなんかもう、はいーみたいな。これなんなんこのちょっと踏み外すと、もうこれさ、なんか上登るの何気むずいな。降りるのと違ってなんかすごい合わない。なんかで、どっち、あっちっぽいな。なんかてるけど、何これ、分からんな。なんかあれが人の顔に見えてくるよね。
長い長いよ。あ？え？わかんない。一回死ぬか。いや、てかあの赤いのなんかやんなきゃダメだな、絶対。あー？落ちるんだろ？知ってる知ってる。あ、意外と落ちない。ああ。感度が高すぎるゆえに。あそこで絶対なんかするんだろうけど、わからんな。ちょっと乗っただけじゃん。これあれだな、詰まったらちょっと右とか押せば元に戻れる。はい。で、ああ、ワープゾーンだと思ったんだけどな、俺。違うんかな。それとも変にジャンプしたからよくない？オッケーオッケー。ある程度もうこの細い道は攻略できる。結構ギリよ。分からんけど。あ？でも明らかにあっちだよな、道は。こっち続いたところで何もないもんな。待って、しゃがみあんのか。なになに、ダッシュあんのこのゲーム。絶対使わないじゃん。本気で言ってる？絶対使わないよ、ダッシュ、このゲーム。落ちないの？落ちないわけないよね、ほら。積んでるんだけど。わかんない。でもあっちなんだけどさ。
なんかなぞれみたいな。おー、わからんこんなわかんないよ。ちょっとこのステージはクリアしたいな。やっと済んだ。なんで一回ここ壊させたん？あ？おーおーおー、そういうこと？いちいちこの上り下りをさせることによってイライラ。え、ちょっと待って、こっからなのスタート。えぐすごい速度で来るね、君は。おお、あ何か違くないか今の落とされ方。ジャンプすりゃいいのか。ジャンプしたら俺放り出されない。でもどうなの、あれは俺が悪いの、それともジャンプしなきゃいけなかった、わからん。やっぱ細いとこ余裕だ、もう。はぁ、あ、あんなタイミングゲーじゃない、どういうこと。遅くなるものと遅くならないものがあるの？わからんな。で、今のタイミング。このタイミングでいくとぶつかるわけじゃない。今、いやー、むず。こんなんでも運に任せるしかなくない？しかもこの距離歩かされるのちょっとストレスだな。いけ、いけ、いやー、いやー、僕もなんか切り替えて避けるみたいな話。やってみるか。あんなんさ、なんだこれ。これね、
まっすぐ細い道進まされる進むゲームだから。ちょっとなんか感性あるのも良くないわ。やめてねえ。あそこだよな問題は。あれをどうやっていけばいいのか全く俺には分からん。多分これでやるんだろうな。危ない。綺麗に当たるようにできてんだよな。最後の時だけじゃああれを。いいゲームですね。やめて。いけるんじゃないかと思ってしまう。え、なんで落ちてんの？そう、なんか感性みたいな。ちっ、いいよ。怪人の世界でも生き残れるよ。側に勝負挑めるよ。え、なんかいけた。何あれは何なの。なんか奇跡的にいけたけど。けど前への感性が今度強すぎて前に吹っ飛ぶとかいうわけのわからない。うん、ふん。いやこれ無理なんだけど。これ一度にそんな考えらんないわ。あの一瞬でポチポチって。ここまではめちゃめちゃ速くなったな。やだ。いやー無理。危ない危ない。もう無理だ。なんかでもいける感じあるな。いいね、ここを3個つながってるからまっすぐ押してりゃすぐいける。はいはい。オッケーオッケー。セーブ、ここセーブ、セーブだよね、さすがに。いやー鬱陶しかった。あそこ、これセーブだよね。あ、オッケーオッケー、紫あるわ。もうもうもう今となっちゃこんな細い道。お、長いなこの筋。だるー。苦手なんですけど。
ファイヤー。主人公は何なんだろうな。この世界で落下して死んでんのかな。一回一回はあ、またあっち行くの？もう落ちへんよ。あそこが多分一番むずいんじゃないかな。このゲーム。で、あっち行ったと。ボンファイアレット、いろんな方向行けるくない？やばくない？ボンファイアレット。あー、結局両方触んなきゃダメって感じ。これどこでセーブされてんだろうって考えると一気に落ちそうになってくる。セーブされてんのかな、果たして。あそこ多分一回触ればセーブにはなるから、シンプルにやばいよな、あの動きが。はい。あ、ちょっと危なかったな今。あっ、ボンファイアレット、走れ、怖いよ。これなんだろうな。あー、回ってんね。怖い怖い怖い。ちょっと今危なかった。これセーブだよな。違う？どこでセーブなんだろう。これ一発で行きたいな。遅くすると、あー、はいはい、危な。ここは大丈夫なんか。え、こんなん余裕じゃね？あの、バカ早のやつに比べたら全然余裕でしょ。こっち行った時に多分、あれすれば。タップストレーフした。セーブだよね、ここ。オッケー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 。早くクリアしたい、このステージ。もう嫌だ、見るの。終わらせる。あっちにあるからあっちからだな。はい、もう落ちない。え、ボンファイアレットしたよね。されてない、なんで。なんでされてない。
い。このでもなんか光る時のこの周りも光ってる感じ、200円で頑張ってるとは思う。まあ200円じゃないんだろうけど元は。すごい移動してるよ。やばい、タイム。まあまあ1個終わった、1個終わった。いちいち長い距離歩かせるね。あんなんでも1回1回やられるしかないんじゃないの。ちゃんとうまくやればいけるのか。出たよ。一回待てばよかったか、あっちに行くの。あの岩があっちに行った瞬間に乗んなきゃすぐやられちゃう。なんで俺が行くときちょうど板そこにいるんだよ毎回。これまだダメだね。まだダメ。でももう行かないと。え、無理じゃない？右左速度違う？え、なんで俺さっき行けたの逆に。わかんないんだけど。なんで？しかし人間は上手くなるもんだな。もう余裕だよこんな細いところ。ここで落ちることはない。え、なんで？あ、ここで行けないの。そうそう。多分顔削られたな今。出っ張ってた鼻が削られた。久々に落ちた。右左で奥行きもしかして違う？ちょっと待って。どうしたどうした、落ち着け。イライラしちゃダメよ、このゲームの思うツボだから。流行る気持ちを抑えて。奥？ん？そうだね、こっち右行った時の方が近いんだな。右行った時の方が距離稼げるから。
なんで？なんでさっきうまくいったんだ？マジでギリギリのタイミングでいかないと間に合わない？いや、むずいな。いや、食べとこ。そう。このタイミング。終わった。なんか避けれてる。奇跡。カップストライフ。ボンファイアレット。よし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 。ちょっと待って、セーブ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 。あの炎のどっちか触んないとダメだな、多分。いや、長えよ。右にもめちゃめちゃステージがある。なんでだ、あの時計のステージ結構早く終わったのに。なんでここ、こんな長いんだ。はいはい、ボンファイアレット。こんな細い道歩かせるだけなんかもう余裕よ。動かない道なんて危ない。オッケーオッケー、セーブ。え、これどこ行くの。とりあえず戻ればいいか。え、進行方向は。やばい。やばい。ちょんちょん。あすごい。なんか出てきた、今のうち。いやー、これ長え、このステージ。おい、埋まってるって。しっかりして。はあ、速度変わんないのやばくね。いや、意外とむずいぞこれ。ちょっと違うし、距離。そんなことないか。あっなんかもう直でジャンプしてもいけそうな気もするけど。よいしょ。え、何げクリアじゃねえ、もうこのステージ。ほっ、終わる？終わる？終わらして？もうやだよ、このステージ。はぁ。いやぁ、This is the Sessa Visit the Child with my father. 子供。お父さん。前、地球、当たる。うん。カタストロフィー、混沌。この道は覚えている。経験、バック、過去、インポータント、重要な日々、私にとって。 From that day I want to be a dream never great regret。あー、多いね、英語。マシーン。プロジェクトの一部なのかみたいな。